フリーマントル刑務所は、かつて西オーストラリア州のフリーマントルにいて、稼働していた刑務所である。6万平方メートルの敷地内には、刑務所、守衛詰め所、脱走防止用の防御壁、コテージ、トンネル、そして囚人たちが残した芸術作品が存在する。2010年には、他の10の史跡と共に、ユネスコの世界遺産に、 オーストラリアの囚人遺跡群の一つとして登録された。フリーマントル刑務所メインブロックフリーマントル刑務所、鹿トンネルフリーマントル刑務所の公主台。最後に使用されたのは1964年のこと。フリーマントル刑務所が建設されたのは1850年のことである。この地域の自由民による植民の開始は1829年のスワン川。 植民地の建設に始まる。1849年には植民地の農民たちは植民地政府に対してイギリス本国から熟練した労働者だった囚人の植民地への移送を要求していた。しかしながら彼らの要求が本国に届くよりも先に75人の囚人を乗せたシンデアン号が スワン川植民地に到着してしまったため、植民地側は何一つ、囚人を受け入れる準備をしていなかった。シンデアン号に同乗し、1850年に、西オーストラリア流刑植民地総督に、就任することとなるエドムンド・ヘンダーソンは、植民地の準備が全くできていないことを認めると、すぐに、囚人たちのための仮の住居を建設した。今日では、 その住居はエスプラネードホテルとして使用されている。ヘンダーソンの指示を受けたジェームズ・マニングとヘンリー・レイの監督の下で囚人たちの労働力を用いて石灰岩を切り出し刑務所の建設に取り掛かった。1851年に始まった工事が終了したのは1859年のことであった。 最初にこの刑務所に囚人が収監されたのは1855年のことであった。この時の刑務所のモデルはイングランドにあるペントンビル刑務所であった。刑務所の建設が完了するとしばしば囚人たちはパースタウンホールやフリーマントル避難所の建設に参加した。囚人たちが建設した当時のフリーマントル刑務所は非公式には ライムストーンロッジと呼ばれていた。1868年、西オーストラリアへの流刑処置が廃止された。そのため、西オーストラリアにおける流刑囚人の数が徐々に減ることとなった。1886年、刑務所はフリーマントル刑務所と名前を変え、西オーストラリア植民地政府の管轄となった。地元西オーストラリアでの囚人が、 西オーストラリア最大の刑務所となった、フリーマントル刑務所へと移動することとなった。西オーストラリアへの流刑処置の廃止は、他の州と比較しても遅く、他の州は、1853年に終了している。ライムストーンロッジ当時のパン工場は、女性囚人の住居として生まれ変わることとなった。1970年に、パース北東部にある、 バンディアップ女性刑務所に移動するまで、女性囚人は随時60人程度が収監されていた。その後、フリーマントル刑務所内の女性囚人収監施設は刑務所の受付となった。建物を建設している際に、6本のシャフトが石灰岩層から刑務所の東側にある耐水層に沈められた。この目的は囚人に、 新鮮な水を供給するためのものである。刑務所内で利用されていた水の水質は、パース市内よりも上質であったことから、囚人たちは、年間に5500万リットルの水を汲み上げる作業を、手作業で従事することとなり、汲み上げられた水は、パース市内に運ばれた。1888年に、蒸気ポンプが備えられたことで、囚人たちは、汲み上げ作業から解放された。 1896年、刑務所の地下20メートルのところにトンネルを掘削することになった。その目的は、さらに多くの地下水を汲み上げることにあった。トンネルの建設には、厳しい環境の中で囚人たちを酷使することによって実行された。トンネルの利用可能部分は1キロメートルを超えたが、1910年になると、刑務所地下のトンネル施設は放棄され、 建設工事に使われた道具や設備もそのまま放置された。その後、このトンネルはこの地域の都市伝説をいろいろと生むようになった。1907年、西オーストラリア州にもゴールドラッシュが到来するようになると、この地域の人口は急速に拡大することとなった。そのため、囚人たちの労働力でもって、ロットネスト島から石灰岩を切り出し、 住宅の建設が実行され、市街地が拡大された。この時期に、ジェレミ・ベンサムの影響を受けたパノ・プティコンも建設された。この当時の市街地の建設には、死刑囚も従事した。第一次世界大戦から第二次世界大戦が終了するまでの間、オーストラリア陸軍がフリーマントル刑務所の一部を使用し、 1939年9月から1946年6月までの間、陸軍は軍事刑務所として使用した。陸軍は近くのロットネスト島も軍事刑務所として使用された。フリーマントル刑務所で最後の死刑が執行されたのは1964年のことであった。最後の死刑執行者は連続殺人犯のエリック・エドガー・クックであった。 1988年1月4日には刑務所内の温度が52.2度にまで達したことから囚人たちの暴動が発生した。70人の囚人たちは刑務所の4区画を占拠し15人の監視を人質に取った。この暴動の結果、防火施設に深刻なダメージを与え180万オーストラリアドルの金額に達した。この事件をきっかけに フリーマントル刑務所は閉鎖へ動き出すこととなった。1991年11月、フリーマントル刑務所は閉鎖され、当時収監されていた囚人たちは、パース南部のカジュアリな刑務所に移されることとなった。カジュアリな刑務所は老朽化した、フリーマントル刑務所に代わる、最新鋭の刑務所として、同年に建設が完成していた。 成功会の教会トーマス・ヒル・ディクソンは9年間をかけて刑務所のシステムを構築していった。ディクソンと共に働いたエドムンド・ヘンダーソンも共生施設の建設に従事した。ヘンダーソンの刑務所建設の思想は以下の言葉に集約される。オールザ・ビルディングス・コネクテッド・ウィズ・プリズン。 イーザービルトアプロポーズドアレオブザシンプレストアンドプレイニストコンストラクション,アンドザットオールオーナメンタルエクスペンスハズビーンケアフリーアボイデッドゲルデザインフォーコンビクッツ、P166 刑務所に連結されたすべての建物は建設が完了したものあるいは計画中のものも含めて最も単純な建築物でなければならない加えて すべての装飾に対する費用は極めて慎重に回避された。ヘンダーソンはフリーマントル刑務所を建設するにあたり、ノーフォーク島でアレクサンダー・マッコンキーが採用した強制システムを採用することで囚人たちの社会復帰を図った。ヘンダーソンは体罰としての鞭打ちには反対の立場をとっており、また女性囚人が 西オーストラリア植民地に居住すること好意的に捉えていた。1890年代、刑務所は複数の部分に分割された。そのうちのメインブロックには4つの建築物が増築された。刑務所の主要ブロックには、独房が設けられると同時に、公主台と2つの教会も設けられた。公主台で死刑が執行されたのは、 西オーストラリア州で死刑が合法であった1888年から1965年までの間であり、44人の死刑囚に対して死刑が執行された。マイケル・ボスワースは、監視は、鞭打ちを執行することに対して嫌をしていたとし、1853年には、実行されなくなったと記す。Because no one could be found to carry out the パニッシュメントというのも、誰も刑罰が施されているのを見たことがないからね。とはいえ、1943年には、最後の無知打ち刑が執行されている。刑務所内の二つの教会は、一つは、プロテスタントの教会、もう一つが、カトリックの教会である。聖公会の祭壇の裏側には、モーセの10回がある。モーセの十回の第六番目の文章は、 イギリス国教会で、より一般的な訳語である、ザウ・シャルト・ノット・キルではなく、あまり一般的でないザウ・シャルト・ドゥ・ノー・マーダーが採用されている。教会内の最も有名なものは、幼児殺人犯のマーサ・レンデルの顔で、教会内部からではなく、教会の外側から見ることが可能である。フリーマントル刑務所では、囚人の強制に芸術を用いたこともあり、刑務所内には、 複数の美術品が残っている。刑務所の多くの独房と刑務所の至るところに、囚人たちが残した絵画が残っている。表向き、絵画等の創作活動は、刑務所内で禁止されていたが、創作活動が囚人たちの気を安らげる効果がある、ことが分かったことから、ある程度は多めに見られていた。囚人現代画家のデニス・ノズワーシーは、絵画を、死刑執行直前に始めた。 彼の作品の一部が今日では、カーティン大学やパース中央、タフ、西オーストラリア州司法省で見ることが可能である。また、作者不明のアボリジニーによる絵画も、フリーマントル刑務所の独房に残されている。再建されたメインゲート。フリーマントル刑務所の建築物群は、10年間のリース契約をもって、フリーマントルガーディアンズにリースされた。 ガーディアンズの手によって、刑務所の建築物群は、丁寧な修復が施されることとなった。10年間のリース契約が満了したことをもって、2001年、再び、刑務所の建築物群は、州政府が管轄することとなり、長期の保存政策が取られるようになった。2005年8月には、刑務所の入り口エリアの修復作業が実施された。 老朽化が著しかったコンクリート製の門は取り除かれ、石灰岩製の門がリニューアルされたのはその年の10月のことである。この修復作業はフリーマントル刑務所の長期保存のための修復作業3年計画の一環として実行された。フリーマントル刑務所は今日では囚人たちの手によって建設された建築物群の中でも 最も状態が良い,いものの一つとして認識されており、2005年にはオーストラリア国会産リストに登録された。その後、2010年、ユネスコの世界遺産に他のオーストラリア国内の建築物群とともにオーストラリアの囚人遺跡群として登録された。1992年の刑務所閉鎖以来、博物館として使用されているが、 刑務所保存の政策は一貫して刑務所の保存に深刻な損害を与えないことに尽きる。その結果、2005年までに毎年13万人以上の訪問者が訪れる施設となった。刑務所内に設けられている聖公会の教会においては結婚式の式場となっており、新造されたエリアは今日ではニュービジネスエンタープライズセンターとして使用されている。かつて、 刑務所内の病院だったエリアはフリーマントル子ども文学センターとして女性囚人が収監されたエリアは今日では芸術学校となっている。刑務所内のツアーは毎日実施されており懐中電灯を用いてのツアーは週に2回実施されている。懐中電灯は1階の刑務所部分を見学することを容易にする。しかしながら2階以上の部分のいくらかの部分は 見学が不可能となっている。トンネル見学ツアーに参加することで観光客は地下20メートルに建設されたトンネルを見学することが可能である。地下20メートルのトンネルに入るためにはハーネスを用いてはしごを降りる必要がある。また、刑務所は正規日曜日とクリスマスは閉館される。フリマントルプリズム、ジェームズ・センプル・ケル、パブリッシュド。 by department of contract and management, service, significant statement, history and policy document, revised 1998,ISBN0-7244985678-AB. シングス2シーンフリマントルアクセスト14 January 2006アーカイブド2008年11月19日アットザウェイバックマシンフリマントルプリズン ナショナルヘリテッジ・バリューズ、アクセスト14ジャニュアリー2006、アーカイブド2006年8月22日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、コメモレーション、ボイセズ・ンド、ミュージアムズ・レポート・アクセスト30エイプリル2006、アーカイブド2006年8月22日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、フリマントル・プリズン、エイブリーフ・ヒストリー。 セロリス ISBN0 から958万1882から1から1フリマントルウエスタンオーストラリアザエイジリトリーブド18旬2011フリマントルプリズンコモンウェルスオブオーストラリア2011年7月10日閲覧マイカル・ボスワースコンビクト・フリマントルエープレイス・オブ・プロミス・パニッシュメントユニバーシティ・オブ・ WA プレス プリンティングプレス。ISBN1 から92万694から33から1、パースインスティチュートオブコンテンポラリーアーツ、デニス・ノーズワージーアクセスト6フェブラリー2006アーカイブド2014年10月23日。アットウェブサイト、ハット WA、S ファーストナショナルヘリテッジリスティングアクセスト14、ジャニュアリー2006。ありがとうございます。